マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、今日はですね、またね、簡単レシピやっていきたいと思います。はい、でね、今日はですね、こちらの電子レンジを使って簡単にね、クレープができるらしいんですよ。あの、普通に焼かなくても電子レンジですごい簡単にできるらしくて、それをね、今日はね、やっていきたいと思います。マジで簡単らしいです。はい、ということで材料はこちら。では実際に作っていきたいと思います。では実際に作っていきたいと思います。まずこちらのね、卵を一つだけこのように割ります。溶きます。で、溶いたらホットケーキミックス 200g 入れます。はい、さらに牛乳 300cc 入れていきまーす。これで混ぜれば一応ね、生地完成です。最初からこっちで混ぜればよかった。しっかり混ぜていきまーす。生地ができたから次ね、これね、電子レンジでさっき言ったように焼いていきます。ですが、その前にサランラップでね、こういう風に大きいお皿の上にこういう風にね、なんか貼ります。ピタッとピタッと、うまい具合にこういう風に貼ります。よし、もうちょっと上からピタッと。で、このようにお皿にサランラップを敷いていきます。で、ここにさっき作ったね、生地をこのようにね、伸ばしていきます。うまーくこう伸ばすのが難しそうですね。これで大丈夫かな。はい、はい、電子レンジに入れて600ワットで1分間加熱ですね。はい、でこちらでスタート。これで一応クレープがしっかりできるみたいです。ではしばしお待ちください。じゃじゃーん。このようにね、今電子レンジで加熱したらできました。だいたいね、2分半ぐらい、600ワットで加熱しました。1分って書いてあったんですけど、もっと時間かけなきゃできなかったですね、僕の家の場合は。おー、綺麗に取れたー。はい、ではね、これを実際にね、今回はね、クレープにちょっとしていきたいと思います。はい、じゃん。このようにね、熟して安かったバナナも買ってきました。よし、このように切りますね。昔アルバイトの時やってました。若干不格好ですね。ここにクリームをこう市販で売ってるやつね、ここにね、コーンフレーク的なのを振りかけます。これ結構ね、僕好きなんです。イエーイ。このようにいたしまして、まずこうした方がいいのかな。こうやってこういう風に折りたためば、はい、ということで、このような形で、色は黄色ばっかりですけど、クレープの完成でーす。ということで、完成したこちらのクレープ、いただきまーす。クレープのこの生地の部分がね、めちゃくちゃ綺麗だわ、電子レンジでやると。いただきまーす。うまっ！普通にクレープ屋さんみたい。電子レンジで作ったとは思えないぐらいに、美味しくできました。しかもね、綺麗にできるから便利ですね。基本の材料3つだけですし、電子レンジで火使わないから安全にできると思うんで、とってもなんかいいなと思いました。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。またちょっと違うレシピでまた作ってみたいなと思います。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。